さっきあった話です。会社の仕事が忙しく10時過ぎになってやっと帰れた。何か作る気にもなれなかったから途中でコンビニに寄ってできそうな食べ物を買った。あまりにも疲れていたからうっかり寄ってしまったが、私はここ半年ほど実はそのコンビニを避けていた。そのコンビニには時々ホームレスとおぼしきおっさんが来ている。牛乳を一本だけ買うとコンビニの外のギリギリ光が当たる隅っこに立って牛乳を飲んでいる。ホームレス狩りが怖いのかもしれない。いつもものすごくおどおどビクビクしていて、一度私が彼の隣に止めておいた自転車を取るために近寄ったところ、のけぞって逃げ出した挙句後頭部からすっ転んだことがある。私は申し訳なく思い、すぐさまコンビニの中に入り、牛乳をあるだけ買うと外に出てビニールに包んだまま目も合わせずホームレスのおっさんの横に置き、自転車を立ちこぎしてその場から去った。申し訳なく思っていたとはいえ、私は彼と何かの関係を持ちたいわけでもなかった。次に会った時そのことで話しかけられでもしたら面倒だと思い、自然そこのコンビニから足が遠のくようになっていたのだ。で、さっきの話に戻る。半年ぶりにコンビニに行ったらそのおっさんがいた。しかも私をじっと見ている。私は買うものを買うと急いで外に出て、そのまま彼の横をすり抜けて走って立ち去ろうとした。すると彼は出し抜けに、トラちゃんは天国にいるよと言った。トラちゃんというのは私の母の猫だ。母は数年前死に、残された猫を私が引き取った。年老いた猫というのはなかなか面倒で、歯磨きしてやっても口臭はひどいわ、トイレ以外に訴訟をするわ、しかも訴訟をするとき踏ん張るからついでに吐くわ。最後の2年間は普通に介護していたようなものだった。けれど父も母もそう死んだ私にとってただ一人の家族だったから、私はトラちゃんを大事にし続けた。私はあまり器用ではなく、友達も恋人もいないから、トラちゃんだけが愛情を注げる相手だった。自由になれるお金は全部トラちゃんに使った。ネットで調べたベストと思われるペットフードを買いに遠征したり、頻繁に病院に行ったり、部屋をあったかく改装したが、年には勝てずにトラちゃんは去年死んだ。家族が死んだ時と同じくらい悲しかったが、誰にも言えなかった。私以外にとってはたかだか猫だからだ。ホームレスのおっさんはその私の猫の名前を私に言った。何かの間違いかと思ったが、こういう言い方は失礼だけど、強烈な口臭と一緒に聞こえたので、ホームレスのおっさんが何かの発言をしたことは間違いないと思う。疲れていたしへこんでいたので聞き間違いかもしれない。だけどトラちゃんという名前は耳馴染んでいたので、なかなか聞き間違いないと思う。ちなみにチキンなので、おっさんの方を見ることもせずそのままダッシュで帰ってきた。そして2ちゃんでこの話を聞いてもらえそうなところを探し、今こうやって書いている。今聞いてくれる家族なり友達なりがいればいいと思うのだが、どっちもいないので誰かに聞いてほしかった。泣きながら書いているので破綻があったら申し訳ない。不思議というか、不思議なんだけど、聞き間違いの可能性が高いことは分かっているんだけど、今しばらくぶりに幸せな気分でいます。以上です。